ホーム鳥取です。ゴールキーパーは田尻、3バック右から石田、鈴木、石井、ボランチはカニと新井大輝のコンビ、ウイングバック右に小牧、左に魚里、ツーシャドウに安藤と新井光、そしてワントップに田口を予想しています。アウェー岩手の予想フォーメーションです。ゴールキーパーは土井、3バック右から脇本、宇田、小野田、ボランチは石井と栗島のコンビ、ウイングバック右に有永、左に中村、ツーシャドウに西田と中野、一番前に半四手。前節は J デビュー戦で J 初ゴールを決めています。小野田のヘディング、拾った、新井大輝から安藤はレフティ、切り返してシュートもある、安藤のシュート、ロイのパンチング、ウイングバックでしたが今日はシャドウの位置、ここから切り返して左足得意、小野田が上がって半4で預けてシュートダイレクト、最後は石井啓太のシュートでした。わずかにクロスバーの上、下がったところにフォローに行くのは43番の栗島です。ここからアーリーを上げてくる、こぼれて後ろから石井のシュート、石井のシュート決まった、先制ゴールは岩手。クロスからのセカンドボール拾ってミドルシュートを決めました、5番の石井啓太、岩手のサポーター側のゴールで決めました。ここから栗島のクロス、こぼれたところフリーになっていました、石井がコントロールシュート、見事なシュート、石井胸トラップでワンステップで決めてきました。先制ゴールは上がってくる無駄、西田上げたボール半4手、ここも強い、しかし先ほどもこのシーン見ました、アーリークロスに対してディフェンスとディフェンスのターゲットは4番の鈴木、低いボール田口、左足小牧、田口が競る、田口の左足シュート、感覚で打っていきました、ワンタッチあったでしょうか、岩手の選手が中野が寄ってって今走り出す中で、西田ワンタッチ、中野、中野の左足クロスバーの上でした。ボールを回してリズムを作っていく石川を受けてタッチが柔らかい、ハンドを仕掛ける、かわす、かわした、さあ石川、石川折り返しシュート決まった、新井光2試合連続ゴール。前節は後半のアディショナルタイムチームを救う逆転弾を決めた新井光がまたもやチームを救っています。1対1、追いつく同点弾、しかしこの石川の動き出し、粘り強さ、素晴らしいプレーがありました。石川のアシスト、そして新井光のゴール、そして岩手は3枚替えをするようです。3人の選手が準備しています。同点ゴールとなり、ここはイエローカードが出そうです。17番の中村でしょうか、中村はレッドカードが提示されましたとなってしまいました。あーっと、これは変わっていった、かわしに行く、石井前向いた、カニのシュート、カニの右足振り抜きました、しかし土井康平ファインセーブ、どちらが蹴るか予想がつきません。石川シュート、惜しいシュートでした、わずかにポストの右、中には3人4人入っている、上げたボール低いボール、ここで試合終了のホイッスル、ガイナーレ鳥取対岩手グルージャ盛岡の試合は1対1で引き分けとなりました。